最近ね、青森も梅雨で雨がすごい降ってさ、たまに晴れるんだけども1日か2日ぐらいしか晴れなくて、でこれだと畑入れないのね。俺はもう畑休んでます。ずっと2週間ぐらいかな、まともに畑行ってないな。週1回ぐらいかな行っても。で、まあ、ほんとやりたいことがいっぱいあるんだけれどもやりません。まあ、なぜかっていうと、まあ、複数理由があるんだけれども、まずね、今やりたい作業はトラクターで耕すとか、じゃがいもの土寄せで使った一輪管理機を使って土寄せをするとか、そういう土をいじる作業がまずしたいのね。なんでかって言えば、まあ土寄せ、じゃがいもの土寄せとか、レタス植えたいなとか、種まきたいな、で苗作った畑で苗作った枝豆をね移植したいなって思ってるんだけども、その前に耕して畝を立てないとどうにもならないんだけども、まず やれない機会、無理してやると、なぜやらないかっていうと、無理してやると土がね、なんて言うだろう、練らさるのよ。練らさる、さるってのは方言だけども、練り上がっちゃうのね。さ、陶芸みたいにさ、土を練って、器を作ったりするじゃない、そういう風な土になっちゃうのね。特に俺の畑ってのは黒木土とかじゃなくて、粘土なのよ。粘土の土だから、粘土質だから、そういう風に乾かないうちにやるとどんどん土が固まってっちゃうのよね。団子っていうか、こねて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 塊になって、それが腫れて固まった時に塊になってて、その後根も腫れないし、そういう状態になっちゃうから、こういう時は触れないっていう鉄則。まあ、黒木土でも相当排水とかだったらいいけども、基本入んない方がいいかなと。で、2つ目の理由が、土が柔らかくなって埋まっていくのね、足がね、入ったとすれば。そうすると根を傷めちゃうのね。で、根っこを傷めてしまうと生育止まっちゃうから、やっぱりそれも良くないのね。あとは葉っぱとかに傷がついたりしたら、こう湿度が高い状態だから、細菌とか菌とかウイルスとか、そういうものがね、活発に動くのよ。そうするとその傷ついた根っことか葉っぱとか、そういうところから幹から入っていって病気にやられてしまう可能性があるのね。だから俺は入らない、思い切って入らない。無理して土をこねてしまって固めてしまう恐れがあるし、病気が広まる原因になるかもしれないから、基本雨の日は入らないし、雨のあと2日ぐらいは入らないようにしてるのね。で、おかげで週1回を2週間3週3週間まで行ってないかなぐらい続いてて、今結構ね、家のこととか、倉庫の片付けとか、いろいろね、そっちの方やっててはかどってるんだけどもね。それぞれ畑には入ってません。じゃ、草刈りすればいいじゃないとね、畑の周りだったらいいじゃないと、そう思うんだけれども、梅雨ってどんどん雨降るじゃない。そうすると草を刈ってもすぐ生えてくるのね。で、結局のところもう一回やらなきゃダメになっちゃうのね。だから梅雨明けまで待ってるのね、草刈りを。だけども、隣の畑の人の道路際とかはね、ちゃんと刈っておいてはいるから、周りの人の迷惑になるようなことはしないように先に刈っておいてます。それは明けはしてるけれども、迷惑にならないところは草刈りすらやってないです。それ梅雨明けてからでいいかなと。で、おかげで結局のところ趣味の筋トレがはかどって、ダイエットがはかどってるっていう感じで、まあ、とりあえずね、土を傷める可能性があること、そして病気が広まる可能性があること、で、2度出間3度出間が発生する可能性があるんで、雨の日は素直に休んだ方がいいかなと俺は思います。収穫とか、どうしてもやらなきゃいけない作業、なんだろうな、まあなんかあればね、収穫は絶対やらなきゃダメだから、そういうの以外だったら入らない方がいいです。急ぐし作業がないんだったら、むしろ休んで次の作業への影響を養う機会にした方がいいかなと、雨の日はね、そう思います。